人間を救うのは人間だ。日本赤十字社は台風30号で大きな被害を受けたフィリピンへ保健医療チームを派遣しています。今日は日本赤十字社の職員が帰国し、現地の様子、赤十字の活動について報告会見を行います。霊堤島の宅老板から映像を始めていきます。中心部に向かう途中の映像です。ご覧いただいた通り、まさに津波、高潮というふうに言っていますけれども、実際にはもう事実上津波の災害が起きていたというふうに考えてもよろしいと思います。こういうふうにもうほとんどの家が破壊をされているという状況です。もちろん人々は避難所に避難をしている人たち、それからしかしまだ家にも半壊以上しているのに家に留まっている人たちという人たちが大勢います。こういうふうに水道管の一部から水が漏れ出ている、そういった水を汲みに子どもたちが出てきているというような状況もあちこちで見受けられました。物資は海外からの支援があってようやく届き始めたということを彼らも言っていました。本当にもうガランドになったようなビルの中にもですね、びしゃびしゃになっているままのような状況の中で避難をしている人たちもいます。これは今ちょうどそういった状況の一コマです。保険会社の建物だったというふうに聞いていますけれども、その3階にはこういうふうに避難をしている人たちが今います。衛生状態はあまり良くないです。少し高いところから街を見下ろしても非常に大きな被害があったことが見受けられるというふうに思います。救援物資を配布しているところです。救援物資はターポリンという例えば屋根を覆うビニールシートのようなもの、それから生活用品、衛生用品、水、食料、そういったものが中心になります。医療、医薬品というのはですね、各国の支援もあって、特にタクロバンにおいては非常にたくさんの支援が集まっています。でむしろタクロバンの周辺地域でまだまだその何て言うんでしょうか、支援が届いていないような地域にそういった集まった資源が分散していくような動きが出始めています。まずはその救援物資の配布の状況を見ていただきたいと思います。でここでこれ小学校ですけれども、そういう場所に事前に案内をしてですね、その周辺の地域の人が全部集まってきています。地元でも39度という非常に暑い状況です。直射日光ものすごい強いですから、地元の人たちでさえこういうふうに傘を差しているのが見受けられます。これはそのマヤのという地域に私たちが設置している ERU、 いわゆる保健医療を行う診療施設です。で朝9時から夕方の5時半ぐらいまでずっと診療を続けています。地元の診療機関の補完を行うということを目的にしています。でこういうもちろん診療を行いますし、ただマヤの方、セブ島北部は津波災害そのものは起きていないので、それほど多くひどい怪我の人たちというのはそんなにいません。修復途中で怪我をした人だとかですね、あるいは感染症であるとか、それから下痢であるとかですね、そういったような病気の人たちが多いというふうに聞いています。子どもたちも実際にこのチームの中には心のケアの専門の人間が入っていますけれども、
そういう人間が見たときにも、やっぱり子どもたちの変化に気づく場合があるというふうに言っていました。そういうことで、なかなか心のケアという考え方は地元にはそれほど普及はしていませんけれども、親御さんにそういう子どもの変化があった場合、ストレスの軽減ということを考えましょうと。またひどい、なかなかストレスがひどい場合には専門の人に専門医に伝えていきましょうというようなことをお伝えしています。こういった、いわゆる ERU というふうに拠点を定めて診療行為を行っているのに合わせてですね、いわゆる巡回診療というモバイルクリニックというふうに言いますけれども、巡回診療を行っています。で、この巡回診療は、その周辺の地域約20の村を、目下のところは対象にしています。こういうデイケアセンターとかヘルスセンターという場所をお借りして、そこには村の医療保険の中心キーパーソンになるその助産師さん、医師は非常に少ないので助産師さんが非常にキーパーソンですけれども、でその助産師さんのもとにヘルスワーカーというさらに細かい地域に分かれてヘルスワーカーという人たちが、活動、もともとそういった活動をしています。医療活動、保険活動をしています。フィリピンの人たちというのは非常に根が明るいのは間違いないと思います。非常に明るい親しみのある人たちですけれども、ですから一見もうみんなすごく元気なように見えます。ですけれども、こういった巡回診療の中でいろいろ話を聞いているとですね、医師がこう聞いていると突然やっぱり涙を流されるというようなことがあります。やはり相当そういった意味でのストレスというものがあるだろうというふうに考えられます。それから子どもたちに関してですけれども、これは先ほど申し上げたように子どもたちの変化というものをやっぱり、見る必要があるということで、そういうことを、ERU の場所であるとか、あるいは巡回診療の中で、そういう助産師さん、あるいはヘルスワーカーに研修を行っていくということで、基本的なその心のケアの運用というものを、知っていただこうということで続けています。医療ニーズというのはもちろんまだまだあるんですけれども、特にセブ島の北部なんかでは、家とか屋根の修復というのはほとんどまだ進んでいない状況です。一部もビニールシートが届いているところもありますけれども、実際私たちの言った正直な感想では、医療も大切だけれども、そういった家の修復、屋根の修復というものが非常に急がれるというふうに思います。厳しい被災状況だったということなんですが、強く印象に残られている情景というのは何かありますか？はい、被災された方たち、もちろんこれは日本でいう公民館とか学校とかそういった避難所にですね、避難されている方たちは当然います。ですけどもそこもいっぱいになっていてですね、例えば屋根もなくて中がびしょびしょになっているというような建物の中に依然としてそのまま避難をされているという状況があります。でそれは決して1箇所や2箇所じゃなくてですね、かなりその街中の中にあちこちに見られてですね、私自身もちょっとどうしてここに留まっているのか、日本であればですね、当然大きな避難所だとかあるいは他の地域の方に避難されるというふうに思う状況でもですね、そこの皆さんはそういった被害を受けた建物そのものにまだ残っておられるという状況が非常に心に残っています。ではなかなか支援していくのも一箇所に避難所に集まってないということで大変さが出てきますよね。そうですね。ですからもちろん避難所に対する支援も必要ですけれども、同時にそういった家々に残っている人たちを対象にした支援というものもしていかなければならないということです。だからきちんとした情報をやっぱり皆さんに伝えていくというのは非常に支援のうちで大事な要素になってくると思います。今後またフィリピンの政府の方も厚生省を中心にきちんとした支援計画というものを出してくると思いますけれども、そういった中でただ実際には資金がない、人もいないというような状況が実際あります。ですから各国あるいは各関係団体はですね、そういうプランに従いつつもやはりそれぞれの資金をですね、によって支援を続けていくということが必要になります。私たちの方も皆さんにすでに救援金の募集を呼びかけさせていただいてますけれども、そういうふうにできるだけ被災地の状況がまだまだ非常にひどい状況、またそれから支援が届いていない状況というのは十分にまだありますので、そういったことをお伝えしながら救援金のご理解をいただければというふうに思っています。
東日本大震災の際には、私たち日本人は海外から大きな支援を受けました。フィリピンでは今、多くの人がたくさんの苦しみを受けています。私たち一人一人が少しずつでも支援を続けていくことが大切だと思います。